ラースタリラースタラリリリアース、もう無限リピートで口ずさんでしまいます。ダダーン、エヌコだよ。今週も始まりました、ザ・エヌコショー。今日はエヌコが好きな音楽についてちょっと話そうかなって思います。洋楽とか邦楽も聞くんですけど、あと K-POP も最近聞いたりしてます。カラオケでよく歌うのはやっぱりアニソンがメインですね。あのアニソン縛りで結構何時間でも歌っちゃいます。好きな音楽の傾向としてはバラードが結構好きで、悲しい歌とかが好きですなのでどちらかというとオープニングよりもエンディングの方がどちらかというと好きな傾向がありますね。それでは今週もザ・エヌコショースタート。 Weekly Favorites。 今週も私の独断と偏見で選んだ作品をご紹介。テーマはこちら、つい口ずさんでしまう印象的なアニソン。アニメを見るときって作品の内容はもちろん、アニメの主題歌や挿入歌って気になったりしませんか？アニメがヒットすればその曲もヒットするというように、アニメと音楽の関係性って切っても切り離せないものだと思うんです。今回はついつい口ずさんでしまうほど印象的なアニソンをご紹介していきます。まずはこちら、ヴァイオレット・エヴァーガーデンのオープニングテーマ曲、トゥルーさんのシンシアリー。感情のない武器として育てられた元兵士の少女ヴァイオレットが、代筆の仕事を通じて言葉や感情を学び、人間としての心が豊かになっていく姿を描いたこちらの作品。涙腺崩壊、泣けるアニメとして本作は話題にもなりましたが、このシンシアリーという曲もとてもエモーショナルな気持ちにさせてくれ、聴くだけでアニメの情景が浮かび上がって涙がこぼれそうになるほど神曲なんです。メロディーが秀逸なことはもちろんなのですが、なんといってもこの曲の歌詞がアニメとの親和性が高いところもポイント。言葉を伝えることをテーマに書かれており、曲の歌い出しの知らない言葉を覚えていくたびや、さよならは苦くて、愛してるは遠い匂いがしたなど、主人公ヴァイオレットの気持ちや心情をまさしく代筆したような歌詞になっているんです。ちなみに私はトゥルーさん本人の生歌を聞いたことがあるんですが、いやトゥルーさんの生歌が本当にパワフルで素敵で、しかもトゥルーさん本人が作詞をされているので、バン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 伝わってくるんですよ、歌詞の意味が。なので本当に生歌の力とトゥルーさんの力、両方をもう前面に感じた経験でしたね。すごく素敵な経験でした。ありがとうございます。お次はこの曲、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンのオープニングテーマ曲、新生かまってちゃんさんの僕の戦争。進撃の巨人という壮大で独特な世界観を持つ作品に、この曲はとてもマッチしているなと思います。まさにファイナルを飾るにふさわしいほどの壮大な曲ですよね。この曲の口ずさみたいところはコーラスのラースタリラースタラリリリアース、もう無限リピートで口ずさんでしまいます。料理をしている時、洗濯物を干している時、通勤で電車に乗っている時、いろんな場面でこの曲を聴けば普段の日常も壮大に過ごせますね。最後はこちらの曲、レビウスのエンディング曲、謎目さんのチャイルドダンサー。体と機械を融合させて戦う格闘技、機関剣闘が存在する世界を描くこちらの作品。このチャイルドダンサーという曲は本作のスタイリッシュで未来的な独特の世界観をそのまま歌い上げているかのようなおしゃれな曲になっています。イントロのチャイルダンサーの部分は永遠と繰り返して口ずさんでしまいますし、謎目さんの正体不明な感じや、
曲や声の雰囲気が世界観を作り上げていて、作品をより魅力的なものにしているなぁと感じます。レビウスという作品自体もおすすめですし、おしゃれな気分になれる曲もぜひ聴いてみてください。今回紹介した楽曲はどれも耳に残るだけではなく、作品の世界観とのマッチ度も高いので、ぜひアニメと一緒にご覧になってください。以上、ウィークリーフェイバリッツでした。 N ポイングリッシュ特別版、今回は特別版として海外の方々に向けて送る N コジャパニーズをお届けします。なのでここからは英語でお話ししますね。 So today we will be introducing a famous anime quote for you guys to speak in Japanese. It's a little bit hard to pronounce, but I'm sure with practice you will be able to pronounce it too. So, please repeat after me. お客様がお望みならどこでも駆けつけます。 So this is a quote by Violet Evergarden. This quote really expresses Violet's sincere and genuine personality. So to break it down, お客様 is the customer. お望みなら means wish. どこでも is anywhere. 駆けつけます is go. So if your, basically your wish is my command, if you wish it, I'll go anywhere. It's basically what she's saying. I'll say it one more time. お客様がお望みならどこでも駆けつけます。 So if you break it up into those four sections, then you'll be able to pronounce it correctly. Please use this quote whenever a loved one or friend asks you for a favor. お客様がお望みならどこでも駆けつけます。 This concludes this week's episode of Eneko Japanese. Eneko に質問コーナー、今週も皆さんからいただいた質問に答えていきます。それでは早速いきましょう。まずはこちら。 How many languages can Eneko can speak? 英語、日本語、中国語を少しだけ話せます。もう日に日に中国語が忘れ去られていくので、まあ 2.3 ぐらいにしときましょうじゃあ次の質問。 Eneko, I need help.It's getting really hot where I'm from, and I need some tasty treats to cool down. Do you have any recommendations? 私は、いやもうアイスとか大好きで、アイスクリームとアイスキャンディー両方好きです。あとは、キュウリとかトマトとか、なんかセロリとかもそうなのかな。なんかスイカとかもそうですよね。なんかそういう夏野菜を食べることによって、体の中からクールダウンできるようにしています。Tasty treats.ってことで、美味しいおやつ必要だっていうことなんですけども、もちろんアイスキャンディーとかアイスクリームもおすすめしますし、野菜とかフルーツもおすすめです。じゃあ次の質問。 Speaking of cute animals, Eneko, have you seen Spice and Wolf? It's an amazing anime about a human and a wolf god named Lawrence and Hollow respectively. They travel together with Lawrence being a merchant, and their adventures and bond is truly what sets the show apart from othersIt has possibly one of the best English dubs of all time, with the original Japanese being competent as well. I would definitely recommend. もちろん、狼と香辛料は見たことがあります。確か2もあるんですよね。なんですけど、ちょっとまあ時間が経ってしまって、あまりすごく鮮明に覚えているわけではないんですけど、やっぱりその一番印象に残ったのが、やっぱりホロさんのワッチとか、そのオイラン言葉っていうんですか、その自分のことをワッチって言ったりとか、大人な女性だなって思いました、見てて。でローレンスとのとホロのすごい何とも言えない関係性だったり、一緒に行商していく様がすごく、まあのほほんとしますし、時々なんかすごい頭使ったなって思いますし、絶妙なバランスの作品だなって思いました。いやすごく素敵な作品のおすすめありがとうございます。じゃあ次の質問。 I like to have a Eneko plushie. Do you think Netflix would set up an online store for things like that in the future if there was the demand?なんか最近あのネットフリックスのオンラインストアが開設されまして、エデンとヤスケという作品のグッズが売られているんですけども、
もしかしたら、まあ、皆さんのちょっと応援次第にはなっちゃうんですけども、N子のグッズが将来的にそのオンラインストアに出るかもしれないです。もう皆さんの応援にかかってます。よろしくお願いします。今回も様々な質問ありがとうございました。まだまだ皆さんからの質問お待ちしてます。以上、N子に質問コーナーでした。ザ・N子ショー、本日もお別れの時間となってしまいました。いや、今日はたくさん自分が好きなアニソンのことを語れてすごく嬉しかったですね。まあ、人からも好きなんですけども、人がカラオケを歌っているのを聞くのもすごく好きなので、早く大人数でもカラオケに行けるようになりたいですね。来週までには夏アニメの中で好きなオープニング曲、エンディング曲を見つけてみたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。またねー。